武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それではですね、お茶の水女子大学の、理系数学の、本について話していきたいと思います。こちらは、共通専門、それぞれありますが、まあ、あの専門の方が、若干難易度は高く、なっています。共通の問題に関しては、まあ、大体日大レベルからマーチレベル、程度が対応できればというところなんですが、専門は、まあ、マーチが一通りで、できれば早期レベルの問題にも触れておくといいかなと。ただこれは本当に数学で点稼ぎたいケースですね。そうじゃなかったら下手に上のレベル手出すよりも、まあ、あのマーチレベルの問題集を徹底的にこなし、過去問やり込んで取れるところで確実に点を取る方がいいかなと思います。で、出題傾向としては微積出題率が高く、また2016年の時点で複素数平面が早速出ているので、まあ、今後も、まあ、こちらの出題する可能性は割と高いかなと。図形と方程式が歴代結構出ておりますので、まあ、図形、グラフ、あたりの出題率は高いと考えておいた方がいいかなと。また、確率の出題も、それなりに多いので、まあ、このあたりはしっかり押さえておいた方がいいかなと。で、どの問題でも、基本的に証明や図示、説明問題など、こちらは、かなり出る可能性が高いので、記述論述能力をかなり問われる試験だと思っておいた方がいいです。なので、その答えが思いついて答え当たってるんだけど、記述がダメで減点されるということがないようにですね、まあ、記述する練習を徹底的にやり込んでおくようにしてください。で、まあ、普段の練習からですね、特にその独学でやる場合、過去問のやり込みなどをする場合は、回答を一度その時間を置いて見返して本当にその内容に理解できるかなっていうのをやることを心がけておくといいかなと思います。というのは、その解いた直後だと割とその自分の回答に関して客観的に見るというのは難しいので、一度時間を置いて冷静に見返して本当に文章として筋が通っている内容かどうか、何か書き漏らしないか間違えていることないかなどを見ていく練習をしておいた方がいいでしょう。で、難易度が割と高い分ですね、センターから急に技術論述やろうとしてもちょっとその数三の範囲も入ることから考えるとちょっと厳しいかなと思いますので、まあ夏以降などからですね、早い段階で論述練習は常に適宜やっておくように心がけてみてください。以上が、お茶の水女子大学の、理系数学の勉強となります。